今日はちょっと心霊スポットとして超有名な潮木場というところに行きたいと思います。潮木場というのは、ちょっと待って、なんかめっちゃ絡んでるの、これなんやこれ。超有名なね、心霊スポットの潮木場というところに向かいます。滋賀県有数の心霊スポットと言われているこの田良処刑場跡、通称潮木場跡なんですけど、ここで実際に事件もあったということで、それなりにやばい場所とされていますね。なので今から向かいますが、まあ日中なんでまだマシでしょうね。とりあえず向かいましょう。やっぱすげえな。今走ってるのがコリドールロード。伊賀コリドールロードですね。なんかこの辺りの地名が、タラオって言うんですよね。サザエさんのタラオを想像させるけど、全然違うんだけど。まあこの辺りの地名が、タラオという地名なんですが、そのタラオという地名自体が、以前、まあ、この辺りを牛耳っていた大名の名前がタラオという名前だったんですよ。タラオっていう名字だったんですよ。で、まあ、世襲制の大名で、ずっとタラオがこの辺りを牛耳っていたんですけど、そのタラオが取り仕切っていたのが、その潮木場と言われてますね。タラオ処刑場だったっけ。先祖代々その大名となって、罪人をさばいていたと。めちゃめちゃ登っていたな。なんかもっと平地にあるんかなと思ったら、かなり山の上にあるんですね。山の上にある、こんなとこに本当にあるんでしょうか。もうすぐあるようですが、でこっから滋賀県甲賀市に入りまして、めちゃめちゃ寒いな。なんじゃこの寒さ。ここらしいけどね、看板出てますね。潮木場跡、100メートル先。ダートに入りましたぜ。めっちゃ急になんか気温が下がったんやけど。寒っ。はい、到着いたしました。ここは潮木場ですね。じゃあ行ってみましょう。結構なんかこう、うっそうとした森って感じだけど。ここか。潮木場、ここです。道なし。ここがかつての形状跡。めちゃくちゃ寒いですね。ここだけこんな寂しいとこやった。まあ村外れのこういうとこ、こういう山のとこ、やっぱ確かに雰囲気めちゃめちゃある。そういうなんか場所だったんだっていうの分かるな。潮木場処刑場、徳川の直轄地に代官を置いた折、家康の旗本であった太郎、光太の子孫、太郎光太の子三吉が、信楽代官所の初代代官に任せられ以来、明治維新までの世襲代官として、太郎氏が務めてきた。だから明治維新まで、1603年から明治維新まで、ずっとこの地を治めてきたのが、この太郎っていう、一族なんですね。その代官の太郎っていう人が、太郎一族が、この代官、じゃあこの太郎一族がこの代官を務めて、でこの処刑場、潮木場を取り仕切ってきたと。処刑される日は12月20日で、牢屋から出された罪人は裸馬に乗せられこの地で処刑された。だから町から、町っていうか、なんかそういう牢屋みたいになったよ。で牢屋からこの辺りまで馬に乗せられてきたと。で12月20日からもうかなり寒い時期にわざわざ
やるってことが。ここなんかでも、ここ、一応なんかあれやな。屋根とかついてて、ちょっと、風遮られるから、まだマシですね。こう外出たらマジで寒いか。水が湧いている。で、お墓があります、二つ。お墓というか、これが、まあ、慰霊碑みたいなもんか。形状跡でもこれ残ってんのが、なかなかあれやね。うん。形状跡ってなんか、ごまかすじゃないけど、まあ、高野山のとこもそうやけど、なんか、あえて表には出さんっていうね、パターンが多いけど、ここはちゃんとこうやって作ってんの。ここは心霊スポットになってますね。こう、ボウフラめっちゃ湧くやろな、これ。あ、ボウフラすでにいっぱいいるやん、これ。ボウフラが発生していますね。ボウフラ発生装置が。で、なんじゃない、この、墓石らしきものが2体あるだけで、こういう場所なんですけど、なんかこういう、木に覆われてるあたり、一面木に覆われてて、すげえ寂しい場所やな。確かにこれは。で、塩木場っていうね、ネーミングがやばいから、インパクトでかいけど、こういう場所ってことは、それなりにあれやな。なんかあるんでしょうな。うって。まあ、普通の場所ですね。でも、こういう普通の場所の方が案外やばいことが多いんですよね。なんのこっちゃない場所に見えて、実はやばいというパターン。雰囲気ありますね。これ夜に来たらやっぱ怖いのかな。こんな感じ。めっちゃ静かですわ。塩際でした。なんか全然意外な場所にあるもんやな。なんかもっと奥の方にあんのかなと思ったら、塩際跡。あ、さっきの説明と一緒や。塩際跡っていうあの看板あんのすごいよね。形状跡とはなってるけど、どうやってあの処刑されたかは書いてなかったんですね。どういう処刑方法だったのかというのは一切明記されておらず、それにしてもこの辺りめちゃめちゃ寒いですね。雨降ってきたんちゃう、これ寒い、風邪ひく、これ。滋賀県のあの廃集落またリベンジしようと思ったんやけど無理やな、今日は。明日早朝から出かけていこうかな。いや、これ左方向って無理やろ。左方向こっち行きやって、ナビで行くわけないやん。やばすぎやろ。誰が行くねん、あんな道。明らかにやばいやろ、あれ。6分遅いとか出てるけど、たかだか数分のためにあんな道行くわけがない。バカか。この集落がタラオ集落かな。まあこの辺りから裸馬に乗せられて、先ほどの塩木場まで連れて行かれて処刑されていたんですね。でも処刑するほど罪人が出たんかとは思うよね。こんな小さな集落でそんな毎年処刑するような罪人が出まくっていたってこと、それはそれでどうなん